今年も母の日がやってきましたね。いくちゃんが弾いたおこととか聞いてみたかったなぁと写真を見ています。若い頃東映で女優さんをやってた時の真剣な顔とか、おばあちゃまと過ごしている幸せそうな旅の写真とか、おじいちゃまの実は偉かったんだよっていうお話を聞きながら見ていたこのね、白黒の写真、なんか懐かしいと同時に、お母さんがこの写真を見ながらいろんな話を聞かせてくれたこと今でも思い出します。もっともっといろんなお話聞きたかったなと思います。写真って大事ですね。でも本当になんか乗り物が好きだったんですね。こちらは母が撮ってくれた写真です。今でも私の大切な宝物です。ありがとう。